ねえ、何そのあからさまなため息。もしかしてまだ続いてるの？バカユウスケの後輩からの嫌がらせ。はあ、あのさ、そんな顔して大丈夫って言われても全然説得力ないんだけど。それでそのことバカユウスケには話したわけ？あんたさ、どんだけお人よしなの？あの女以外の人間がわざわざこんなことする意味ないでしょう。そもそもバカユウスケはまだ気づいてないんだよね。元はといえばあのバカが原因なのに。おめえら二人だけで何してんだよ。何って、バカで鈍感で無神経なお前のことを話してたんだよ。んだと？てめえ喧嘩売ってんのか？本当のことを言っただけだよ。鈍感で無神経なバカユウスケは、姉さんが傷ついてることも知らずにヘラヘラしながら生活してるってね。おい、傷ついてるってどういうことだよ。いいからあんたは黙ってて、このバカにははっきり言わなきゃわかんないって。んだドラ。あのさ、なんて言ったっけ？お前と中学が一緒だったっていうバカな後輩。水上のことか？そうそう、水上さん。お前そいつから好かれてんでしょ？いい加減付き合ってあげなよ。バカ同士お似合いだって。そしたら姉さんも傷つかないで済むし。なんで今水上の話が出てくんだよ。その水上って女が姉さんに嫌がらせしてるからだよ。何言ってんだフード。水上がこいつに嫌がらせ？嘘だろ。嘘つくような暇が僕にあると思ってるの？どこまでバカなんだよ。おい、本当なのか？本当のこと言ってくれよ。そのバカ女と会ってから嫌がらせが続いてんだから、タイミング的にそれしか考えられないでしょう。マジかよ。お前がバカ女のことを信じるって言うならそれでもいいけど、ただ姉さんのことを守れないなら姉さんは僕がもらうから。なっ。どうぞその水上さんとご勝手に。ほら姉さん、僕の部屋へ行こう。待てよ。何？これ以上話してるとバカが映るんだけど。うるせえ。せよ。は？日向の手を離せって言ってんだよ！こいつが嘘つくなんて考えられねえから、嫌がらせされてるってことは本当なんだろうよ。
だからそんなことにも気づいてやれなかった自分にすげえ腹が立つ。でもな、フートにこいつを渡す気はさらさらねえんだよ。ふん、バカの分際で何を偉そうに。それで僕に渡したくないならどうするの？明日だ。明日きっちりけじめをつける。水上を呼んではっきりさせてやるよ。だからおめえ明日屋上に来い。フートもだからな。わかった。その答えによっては、まあいいか、それは明日でも。バカなりのけじめとやらを楽しみにしてるよ。なんですか、いきなりこんなところに呼び出して。私、朝日奈先輩と二人っきりだと思ったから来たのに。他にも人がいるなんて聞いてないんですけど。まあそう言わずに聞いてくれ。大事な話なんだ。実は最近、日向が誰かから嫌がらせを受けてるらしいんだ。どうせあんたの仕業なんでしょう。ちょっと言いがかりはやめてよ。違いますよ、私じゃないです。朝日奈先輩は私のことを信じてくれますよね。情けねえ話だけど、正直俺には誰が犯人かはわからねえ。けど今は誰が犯人かなんてそんなことはどうでもいいんだよ。え？日向が嫌がらせを受けていた時、俺はそれに気づいてやれなかった。守ってやれなかった自分にどうしようもねえくらいムカついた。そしてそれ以上に思ったんだ。好きな女一人守れねえで何が男だって。俺、おめえのことがどうしようもなく好きだ。そんな。高校の入学式の日、初めておめえを見た時からずっと好きだった。1年の時クラスは別々だったけど、休み時間にすれ違うだけですげえ幸せだったよ。確かさ、おめえ1年の頃は今みたいな髪型じゃなかったよな。おかっぱだったろ。レングス？ボブ？なんだそれ。いや、たまたまだ、たまたま。2年になって同じクラスになれてめちゃくちゃ嬉しかったんだ。兄弟になった時はすげえ驚いたけど、密かにチャンスだと思った。まあちっとテンパったりはしたが。ちっと思いっきりテンパってたじゃん。一緒にいて
おめえの優しいところとか、おめえの笑顔を見るたびにどんどん好きになった。おめえを、おめえの笑顔を守ってやりてえって思った。でも守ってやれなかった。おめえが傷ついてるのに俺は気づいてやれなかった。だからこれからはおめえの隣で守ってやりてんだ。守るってどうするの？こいつを泣かせる奴は俺がぶっ飛ばす。相手が誰だろうと関係ねえ。女だろうが弟だろうが、そん時は容赦なくぶん殴る。はは、殴るって単純すぎでしょ。でもバカユウスケにしちゃ上出来だね。もっともバカユウスケが泣かせることはあっても、僕が姉さんを泣かせるなんてこと一生ないと思うけど。うっせえ。俺だってもう泣かせねえよ。一生そばで守る。俺の命をかけてな。うるせえ、もう決めたんだよ。おめえは嫌か？当たり前だろ。おめえのピンチにはいつも一番に駆けつけてやる。おめえが泣きたくなったらいつだってこの手で涙を拭いてやる。だからおめえは俺の隣で何も考えずに笑っとけ。